しささしささへいへい、どうもおはようございます、吉田です。今日はですね、初めての試みなんですけど、磯マグロを狙いたいと思います。ちょっとお気に出るんですけど、今までちょっとジャブチャーとか赤人とかそういうの狙ってたんですけど、今回ちょっとですね、磯マグロの目撃情報があったということで狙っていきたいと思います。でちょっと初めてなんで、いろいろ試行錯誤しながら狙っていくんですけど、いつも使っているこの水中銃ではちょっと磯マグロ厳しいっていうことで、私吉田、新しい水中銃をゲットしました。こちらっすね、じゃん。ちょっと落ちしますね。知り合いのスピアフィッシャーマンからお安く譲っていただきました。値段は公表しないんですが、ガタイっすよね。いつも使ってたやつがこれ。もう長さ比べてみれば分かると思うんですけど、ちょっと長くなってますね。そして2本掛け、いつも1本掛けでやってるんですけど、2本掛けで、で今回これリールがついてます。磯マグロパーンって言ったら相当走るらしいんで、このリールでねバーって走らせてやらないといけない。でやっぱり勢いもね、パワーも必要っていうことで、2本掛け、できれば3本掛けがいいっていうこと。本当はこれにおそらくね、フロートつけないといけないんですよ。これだけではもうあっという間に持っていかれるっていうことだったんで、水中銃をフロートにね、いつも自分がつけてる腰のやつじゃなくて、もう直接フロートにつけないといけないんですけど、今回ちょっと準備が間に合わなくて調整してやろうかなと思いますね。で何よりこの水中銃を使ったことがまだないので、今回お試しで使いながら、まずはこの慣れるっていうことですね。リール付きの水中銃と、あとやっぱりラインも少し二重掛けで長くなってるので、その辺の取り回しですね、手探りではあるんですけど、水中銃に慣れるっていうところから始めて、ワンチャン、今日で一発でつけるとは思ってるんですけど、いたら狙ってみたいと思います。いつも通りパンパンパンってたくさん数を取るというよりか、どっちかというとこう一匹大物を狙うというか、いい魚だけを狙っていくっていうスタイルになるかと思います。ということで今回もこちらのプレでいきたいと思います。 OK、 ということで準備していきたいと思います。バッチリもね、クーラーボックスも準備してるんで、大きいの取れた時にはこれに入れて持って帰りたいと思います。はい、今回もですね、マッキーがカット編集入れてくれたので、そのカット編集に合わせて簡単にですけど解説入れていきたいと思います。この日の天候はですね、雨、大雨でしたね。で風も10メートル近く吹いてて、かなり海峡としてはあまり良くない状況でした。なんですけども、その磯マグロが泳いでくるポイントっていうのが島があって、でその島の後ろに隠れれば、風影になるから潜れるんじゃないかっていうことで、まずは行ってみました。でダメだったら帰ればいいしっていう感じで、行ってみました。そしてポイントに到着ですね。はい、ちょっと風、波、天気はですね、やっぱり大雨でかなり、視界悪いんですけど、風はあんまり吹いてなくて、で海に入ってみると波も全然なかったので、ちょっと続行ということで、魚釣り開始します。これでいきましょうね。まずは本来はやっぱでっかいフロートつけて潜る予定だったんですけど、フロート準備できなかったのと、あとはその取り回しですね、水中銃に慣れてなかったので、まずは水中銃に慣れてから、フロートとかそういう装備を後付けしていこうっていう感じですね。ちょっとね、雨が降ってて視界は悪いんですけど、水中銃の映像は、結構綺麗でしたね。はい、でこれ一発目のあれですね、初めてのゴム引きですね。でこれ 16mm のゴム使ってるんですけど、普段はですね、18mm 使ってるので、引きやすさとしては、これの方が引きやすかったです。はい。で、こちらの水中銃、結構陸で持ったら重たいんですけど、水中で持ってみると、この、木でできてるっていうのもあって、ある程度浮力があったので、そこまで重たくは感じなかったです。はい。で、まずはこの海に入っての、この海峡っていうんですかね、海の状況をちょっと観察してみたいと思います。かなり透明度が良くてですね、魚が結構綺麗にクリアに映ってたので、はい、しばらくこうやってね、海底に留まってじっとしてました。ものすごいたくさん魚がいました。今サンゴにくっついて海の中を観察してるんですけど、小魚がいっぱいいてですね、とっても気持ちよかったですね。水族館の中にいるような感覚でした。で右側にイラブチャー、結構いいサイズの泳いでるんですけど、今回はちょっとグッとこらえて磯マグロを狙うぞっていう感じで行きましたね。で、水揚げする予定もなかったので、中途半端についてね、魚余らせるよりかは自分が食べるものだけを狙うっていう感じです。
さあ、一番最初に獲物を発見しました。こちら左側にですね、砂の方に、白くなった砂の方にミーバイがいますね。ミーバイがこうやってね、座ってる時っていうのは、動かない時っていうのはとってもチャンスなんですけど、見事に外してしまいました。当たってすらないです。もう当たってすらなかったですね。まあ、言い訳させてもらいますと、やっぱりこの水中銃初めて使った時の照準の合わせ方がちょっとよく分かってなくて、思いっきりずれましたね。あと撃った時の反動ですかね、かなり、ボンとこう返ってくるのがありました。でまた同じところにですね、同じところにいたので再度狙うんですけど、これもまた外してみました。これも当たってすらないですね。これこの焦点の合わせ方、照準の合わせ方も、あの、ものによってそれぞれ違うので癖があったりするので、その感覚をつかむまで少し時間がかかりそうですね。でこちら黒と白の小魚いっぱいいますけど、スズメダイ、こちらはですね、アマミスズメダイっていう種類ですね。多分とってもたくさんいてね。でアマミスズメダイを観察してると、奥の方から大きい物体が近づいてきたので、あ、これはイソマグロかなと思って、こう地面に待ってたんですけど、なんとカメでしたね。これも結構大きいサイズのカメです。この場所は毎回カメ見ますね。気持ちよさそうに泳いでますね。はい、続きましてこちらですね、初フィッシュとなるか。はい、今着きました。穴の中に入ろうとしていた長寿ミーバイですね。バラハタです。バラハタ、長寿ミーバイ。水中で見るとなんていうんですかね、赤っぽくはないんですけど、これついて上に浮上すると赤っぽく見えます。リールをですね、バーッと出して、あれぐらいの水深の大きさだとリールが出さなくていいんですけど、この水中授業に慣れるというのが今回もテーマだったので、あえてリール出してこうラインをバーッと出してますね。いつもだったらもうこんなにラインが出てないので、水中銃は下に浮いてるっていう状況なんですよ。なのなんですけど、こうやってね、魚と繋がったシャフトに魚が刺さった状態で水中銃を上で持ってるっていう、なんかちょっと不思議な感覚でしたね。はい、でこれも見ての通りギリギリです。お腹の方ついてもう少しで抜けそうなところなので、手掴みで回収します。サイズでいうと多分1キロ前後ぐらいじゃないかなと思いますね。あまり大きいサイズじゃないです。でこのバラハタ、長寿ミーバイは水深3メーターから240メーターまで深いところでは生息しているそうです。まあ、沖縄では普通に、まあ、流通して食べられている魚なんですけど、まあ、昔からですね、もともと食用として食べられていた地域以外ではあまり流通しないらしいです。今手で合図しているのは、近くにいた潜り仲間に小さいですねっていう合図をしていました。で話戻るんですけど、3年前にですね、この長寿ミーバイ、赤人と間違って、ね、スジアルと間違って、築地かどっかに、内地の方に出荷されたっていうことで少し問題になってました。ニュースで挙げられてましたね。シガテラ毒があるんですから、スジアルと間違って出荷みたいな感じでニュースで取り上げられてました。ここからですね、水中銃をセットし直すっていう作業なんですけど、ここを結構手こずりましたね。この陸で水中銃をセットするのと水中で違って、水中のところでこのラインがこう何ですか、波に漂ってですね、取り回ししづらかったです。特に今回はリール出してるので、いつもよりかラインが長い状態で足に引っかかったりとかして取り回ししづらい感じでした。このリールにもドラグがついてて、これ今ドラグ触ってるんですけど、OK ってやってますけど全然遅かったですね。このドラグももう少し緩めておけばキュー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 言わずにいいかと思います。はい、今ついたやつはですね、青の目旗ですね。はい、思いっきりこれも身をついてます。まだちょっと感覚的には照準をうまく合わせきれてないです。これですね、体にコバルトブルーの点々模様があってですね、これが、まあ、目ん玉の 目のように見えるということで、青の目旗というふうに、呼ばれるようになってますね。はい、こちらをですね、奥の方にちょっと
映像では見えてるか分からないんですけど、あのくぶしみがいるんですよね。コイカ、コイカがいて、手で合図してますけども、コイカがいるんですよね。でそこにいとけよっていうことで、あのジェスチャーします。はい、これですね。待っとけよ待っとけよっていうことで合図して、ゆっくり向かいます。これちょっと映像には映ってなかったんですけど、このくぶしみを見る前に実はイラブチャを狙って潜っていったんですよ。大きいイラブチャがいたんで。そしたらあの岩陰からくぶしみが出てきたので、あの狙いを変更して、追っかけていったっていう感じになります。はい、見えましたね。画面の中央の上ですね。はい、当たりました。パッてね、こう真ん中からほら白と茶色に分かれてるんですけど、ほぼキルショットに近いんですけど、まだ完全にはあの閉まってない状況です。ほぼキルショットに近いので動きは鈍いですね。はい、完全に閉めていきたいと思います。吉田の場合は目からですね、右目から人差し指を揺れて、で第一関節を甲羅側に曲げるとちょうど脳みそがあるので、そこに指で直接脳天締めをしてます。これはあの潜り漁師の師匠に教わってやり方ですね。ナイフとかでパッてやった方が早いと思うんですけど、もうずっとこれやってるんで、もう慣れてしまってこれでやってます。で締めた後はこうやって魚と同様縦に並ぶようにね、水の抵抗を受けないように縦に並ぶように目串を通しています。で先ほどですね、締めてる時にかなり炭が出たんですけど、あれだけ炭が出ててもですね、かなりあのまだ炭袋は残ってる状態でした。後でお見せしますね。はい、でこちら泳いでるのはですね、青の目旗ですね。こちらもヒット当たりましたけども、これも当たりどころはあんまりよろしくないですね。これ顔付近をついてるように見えるんですけど、反対側は思いっきり真ん中から出てますね、シャフトは。なのであんまりいいとこではないです。この日は2ポイント潜ってますね。先ほど あの長寿見栄えは1匹だけついて、で2ポイント移動して、これ 2ポイント目ですね。青の目肌2つにくぶしみが1匹で、こちら先ほどついたくぶしみを炭袋ですね、閉まっていく作業です。結構バーって炭入ったように見えるんですけど、これ見ての通り結構パンパンに残ってますね、炭は。これをやるのとやらないとではもうだいぶ違います。あのクーラーボックスにそのまま保管してしまうと、移動中にね、炭全部吐き出して大変なことになるので、で水揚げするときもなんか若干炭袋ちゃんと縛ってる方が仲買さん高く買い取ってくれるという印象です。はい、ということで磯マグロを狙ってきたんですけど、まあ、1回目はですね、簡単に、つかせてもらえなかったというか、発見することすらできなかったですね。今一応まあ磯マグロがあの辺で回ってきている時期っていうこともあって、他の漁師さんたち仲間が目撃していたりとか、そういう情報入っているので、引き続きですね、狙っていきたいと思います。で銃を使ってるって感想なんですけど、やっぱり2本掛けになるとパワーが強いですね。パンって打った時の反動、結構な反動があったので、ある程度のパワーで獲物をね、狙い撃ちできるんじゃないかなと思います。でリールを使ってみた感想なんですけど、やっぱりリールがバーって出ていくと、まあ、絡まってしまうんじゃないかなっていう、ちょっとなかなか取り回し難しかったんですけど、まあ、少しずつ慣れていくしかないですね。ということでまた次回ですね、よろしくお願いします。以上です。